AS350 と AS355 は、アイロスパシアルが原型機を開発、生産した軽量ヘリコプターである。愛称は AS、AS350 がエキュレイユと AS355 がエキュレイユに。開発は、1970年代初頭に SE3130 アルエット2の代替を目的として始められ、1974年6月27日に、 初飛行した。総発版の AS355 エキュレイユには1979年10月3日に飛行した。エキュレイユにはツインエキュレイユとも呼ばれる。アメリカ合衆国市場ではエキュレイユがエイスター、エキュレイユ2がツインスターとして知られる。イギリス国防省ではリスの英称であるスクイレルと呼称している。ユーロコプター社で EC-130 が生産されているにもかかわらず、AS350 と AS355、そして、軍用型の AS550 と AS555 との販売は依然堅調である。また、単発、総発版ともに、ブラジルのヘリブラス社で、ライセンス生産されている。ユーロコプターの社名変更に伴い、現在は、H125 と解消されている。 中国では AS350 がリバースエンジニアリングにより Z-11 として生産されている。2005年5月14日、ユーロコプター社のテストパイロットであるディディエ・デル・サリが操縦する標準仕様の AS350B3 で標高8848メートルのエベレスト山の山頂に着陸し、世界初のエベレスト山頂に着陸したヘリコプターと、 なりこの記録は国際航空連盟によって認定された。カナダの AS350BA アスター、サンバーナディのカウンティーシェリフ SAS350B3 所原性能。ありがとうございます。